今日はですね、テキストの、第11章となります。で、今日第11章ですね、すべて終わらせますのでね、12のですね、1ということでねじり。丸棒のねじりですね。それで丸棒のねじりに入る前にですね、軸のですね、今までの記号をちょっと振り返りしておきたいんですが、まずですね、このようにまあ棒がありまして、それでですね、この時にですね、棒のこの軸線に沿って作用するように荷重がかかると。まずこれ一番最初に勉強したんですよね。これを P というふうに呼びまして、まあ、それでこれを荷重というと。で、この時に軸線に沿って荷重が作用する時の部材の名前を棒と呼ぶと、まあ、こういう話をした。これがまあ一つの荷重の作用の仕方ですね。次に今度はこの引っ張り荷重の棒の伸び縮みの問題を勉強した後にですね、今度は このようにですね、両端に下側にたわむようにしたモーメントを両端に作用させるときの問題を扱った。これをですね、モーメント M というふうに書きまして、曲げモーメント。というふうに言うと。これが針の問題をね、次のステップで解いていったわけですけれど。今日はですね、第三の力のかかり方ということで、もう一つ、これ針というですね、この時はね、横にたわむような部材の時を針というわけですけれど、今日はですね、ねじりということになります。で、ねじりの時はですね、ちょっとまた記号は少し変えますけれど、どういうふうに記号を変えるのかというとですね、この引っ張りの荷重、この時にですね、矢印を一つだけつけてたと思うんですけれども、これだとですね、荷重と何も変わらなくなってしまうので、矢印をその先にもう一個つけると。これでですね、ねじりを表現すると。と同時にですね、この時の力の量はですね、ねじりモーメントと。そして、記号はですね、このモーメント、当然これモーメントなんですけれど、M に、下添え字で T をつけることによって、この曲げモーメントとこちらのねじりモーメントをですね、区別をさせるということになります。で、ねじりモーメントのことはですね、またあるいはこれをトルクという場合もあります。で、次にですね、このようにすることで、まあ、軸線に沿って引っ張る方向のような形でモーメントが作用しているので、この場合には棒と呼んでいいだろうと。次のページに行きます。それではですね、ねじりモーメントの記号について説明をします。さらにね、今ねじりモーメントをですね、こういうふうに書くというふうに言いましたけれども、これを具体的にどういうことかというとですね、この矢印の方向に向けてこういうふうに時計回りに見ますと。こういうふうにですね、この軸を中心に、ぐるっとこう回転させるように。回転するにはトルクが必要ですので、まあ、モーメントが必要ですので、モーメントというような、まあ、言い方になってるわけです。
このようにして書いた方向を、正の方向。このようにして、約束をするということにします。これが、曲げモーメント。あ、ごめんなさい、ねじりモーメント。さあ、それではですね、これで今、荷重と、曲げモーメントとねじりモーメントの3つのですね、基本的な部材にかかる力のすべてを、学んだことになります。今日はですね、とりわけこのねじりモーメントだけを説明をしていこうと思いますけれど、解放だけ言ってしまうとね、実はこの棒の引っ張り圧縮のステップ解放とほとんど同じなんですけれども、それではね、ちょっとねじりということを具体的に理解することができませんので、少し図を描いてですね、部品がねじられる様子を理解しながら物事をまず最初にね、理解しておきたいと思います。まあ、このようにですね、棒を考える。丸棒でですね、それで断面積がまあ円だと。こちらにですね、X 軸をまあこの図のようにしてします。それで、まあですね、これのですね、半径を R というふうに置いておくことにします。で、この棒をですね、この正の方向にねじると。ということを考えます。それでこちら側はこういう方向に、そうしますとこちら側から見てこういうふうにねじると、これはこういうふうにねじると、そうしますと今度反対面はですね、こうなるわけです。そうするとこの向こう側から見てこうねじる、こうねじると、そうすると今度はこういうふうにねじると、そうすると互い違うですね、こういうふうな形でタオルをこういうふうに絞るようにして棒をこうねじると。まずここの様子を理解しなければいけないね。まず棒があったら棒の左側をですね、こちら側にこうねじると、こちら側はこういう方向で互いにねじる。そうするとその様子をもうちょっと手で表すんだと難しいので、少し、分かるようにするためにですね、まずですね、ねじる前にマジックペンでここに棒にこで、そうするとねじった後にこの直線の棒がどう変化するのかというと、これがこんな風にして、こんな風にしてここからここにまあ移動する。こちらが今ね、こっちも一緒に動かしちゃうと見にくいので、こっち固定させてるよ、わざとね。ここまで一緒にやっちゃうと大変になっちゃうんだね。そうすると青い線のようにねじりを受けることによってまあ変化するということになるわけです。じゃあもう少しですね、具体的に見ていくために、この長さをですね、ここのところで仮想的に切断をしましょうか。その長さをですね、単位長さ1とします。単位長さの1をですね、この棒から一部スライスする。でこちらにですね、側面図を書く。今これはですね、ここから仮想的に切り出してきた厚さ1のですね、円柱です。で今度右に沿ってですね、断面をこちらに書きます。そして今ちょうどこの円柱のですね、円形の断面にこう一点差線で中心線を入れておきましょう。でこれもこの形で中心線を入れておく。こんな風な形でね。
そして今この断面積の半径が R だと、今こちら側はですね、こちら側の右側の円形はちょうどこちら側を今見ているような感じなんですね。右側を見ているので、中心に対して反時計回りにこういうふうな形に皆さんの見ている方向からは回転しているように見えると。いいですか。次にですね、ここにですね、今青い線ですので、実際に入れてみることにします。見てやったと。そうするとこの線はですね、こちら側のちょうどここのところに今あるような状態になっているわけです。でちょっと後のことを考えるためにここに引いた1本の線だけではちょっともう1本ここに引いて、そうするとこの線をですね、断面の方に投影させた点はちょうどここに来る。これが今青い線、2つまず印として引いておいたよ。ねじりモーメントをかける前に引いた線。で次に赤い矢印のように、をですね、ぐるりとさせると。そうしますと、この青い線がどういうふうに変形をするのかというと、今、この図を参考にしますと、これ今赤い線でこう書くよ、ここね。こういうふうに変形したやつ。そうすると今、この赤い線がこういうふうに変形する。また、こちら側についてもこういうふうに一緒になって変形するだろうと。でこれをですね、断面積に投影していますと、それぞれこの点はここの点ともう一つはここの点にですね、動いていくということになる。そこでですね、次に今度はこちらの断面から見たときの青い点から青い点、赤い点への移動を引いたというふうにします。そうすると、今度こちら側につきましても、この線からここの線に向けて、等しくシーターだけ、ちょっと図は少し言葉が違いますけれども、回転するということになるわけですね。ねじりモーメントを受けることによって青い線が赤い線までシーターだけ発展したとする。そうしますと今度はここからここの長さというのは扇の長さによって R シーターになる。ということは今ここでですね、この三角形についてちょっと見てみますと、もともと青い線はこういうふうに引かれていると。これが今ちょうど青い線。これがねじりを受けることによって、赤い線のように変形すると。こんなふうにして変形していると。でそれはどれだけなので、したがってここからここの寸法は R シータになると。でところで、ここの厚さはですね、今1にとったよ。ということは高さ1、底辺が R シータだけ歪んだということは、長方形が辺に対して、ずれるようにして変形しているので、これは何かというと線段変形しているわけなんですね。つまり長方形が R シータだけ線段歪みが生じたということが言えるわけ。そこでこの作図からですね、まず丸棒にはねじりを受けることによって線段応力しか発生しないということがわかる。と同時にその線段歪みは今それをガンマというふうに置きますと、それは R シーターであると。このガンマっていうのはどこに相当しているのかというと、ちょうどここね、勉強したようにちょうどここの回転角がガンマでして、
そして、タンジェント1かけるタンジェントガンマが r シーターですので、タンジェントシーターはガンマですから、ガンマイコール r シーターということになるわけです。で、次に今度はフックの法則によって tau イコール横断整形数 g のガンマで、このガンマにですね、先ほど計算した値を代入すると grc ということになります。まず一つこれが重要な式といっても、まあ途中経過ね、あと次はこういうふうな式。ただ注意しなきゃいけないのは、まだ θ っていうのは決まってないわけだね。 θ はどう決まるのかというと、それは外させたねじりモーメントの大きさに応じて θ が決まるので、この段階ではまだ決まらないわけだ。じゃあねじりモーメントによってどのぐらいの θ かということを見積もって見ることにしましょうか。ページを変えます。ねじりモーメントについてね、話をしますけれど、もう一度再び円形断面を書きましょう。こんなふうな形でね。で、ね、ねじりモーメントの計算をするためにはですね、ここにこういうふうなことを考えるわけだ。まず、まあ、今そこが R というふうに書いてあるので、今このですね、断面積をですね、の断面の半径を A というふうに置きまして、でここから極座標形 θ と、もう一つはですね R をこんな形で取ると、そうしますと、ここにですね、原点から R 行ったところと、もう一つは DR 行ったところに小さな辺を取る。この R ちょっと書く場所が良くないので別の場所に書きます。次にここからですね、 θ 行ったところに、 dθ 行ったところに、このような形で角度に沿うようにですね、円弧を描くわけです。で、こちら側にもう一つ扇形でこういうふうに R の延長線を描いてあげて、また円弧を描くと。そうするとここに非常に小さな微小要素ができるわけです。これ今この面積をですね DA というふうに書く。DA というのは R の dθ、すなわち円弧の長さに高さ dr をかけるというふうなことになっている。でこの微小要素にはですね、r に対して垂直方向に先端応力 tau がこんな感じで、まあ、作用する。これがこういうぐるりと回転するようにしてずっと分布してるわけですよ、ここにね。ということなので、この棒全体の断面に生じているねじりモーメントをどう計算するのかというと、それは、まず外から作用させたねじりモーメントというのは、力かける腕の長さ、タウかける微小要素の dA で、力が計算できると、こちらの方向の力が計算できる。それにその点までの腕の長さ R を掛け算すると、今この微小要素に作用している先端応力にその面積をかけて力を求める、あとは腕の長さを掛け算する。そうすると、力かける腕の長さで、これで全部面積にわたって足し算すると、この棒に作用しているモーメントのねじりモーメントの計算ができるということになるわけですね。じゃあ一つ一つちょっと代入してみましょうか。まずは
タウ。タウは、G の R の、シータだと。今、ここのところに代入したよ。ここに、これを今代入したと。DR についても今、ただいま計算したところでして、これは R の D シータの、DR。これはちょうどこいつとこいつが対応していると。でそれかける、まあ、R ということになる。今、積分に関係ないのは G と θ の2つですので、これを外に出すと。それで、R の、この場合は、3乗です。ちょっと待って。あ、そうだね。R の3乗ですね。の、D の R と、D の θ ということになる。それでですね、ここのところを積分区間がですね、R と θ なんですけれど、θ に対しては0から 2π まで積分しますので、これはまあ 2π になるということですので、ここは0から a まで R について積分をまあすればいい。これね。G の θ かける4分の A の3乗かける 2π と。あ、ごめんなさい、これ4です。したがって、MT というのは Gθ の2分の π の a の4乗ということになる。それでですね、ここで特別にですね、ここのところをですね、記号で置き換える。IP でこれをですね、断面二次曲モーメントという。これ曲ってついてるところは重要でして、ここの曲を外すと断面二次モーメントで針の形特徴付ける物理量なので、ね、材料乗数になるわけですけれど、この場合にはですね、断面二次曲モーメントというふうには、そうすると MT は、GIP の θ と、こんなふうにして書くことができるわけですね。でちなみにですね、この断面二次モーメントの一般的な公式はどうかと言いますと、この IP、これ公式です。IP は R の3乗の、あ、ごめんなさい、R の2乗ですかね。これの D の A と。これがですね、断面二次モーメントの、断面二次曲モーメントの一般的な公式になりますね。この式との関係はちょうどここの部分になっているわけですけれども、さっきの式とちょっと比較をしますと、さっきは R の3乗のdr の dθ と。で、これは r の2乗の dr の r の dθ と。こう書くと、ここの
ここの項はですね、まさに、扇形の微小要素 dA に位置しますので、したがって、R の2乗の dA ということで、この公式とですね、一致していると。今、ここは、こいつとどういう関係なのかなというのをちょっと考察してみたんですけれどもね。じゃあ次行きましょう。じゃあこのページを消します。そうしますとですね、今重要な公式をもう一度ここに書きますと、外から作用させたねじりモーメントというのは GIP かけるシータだと、こういうふうなことが分かりましたので、したがってこれでですね、どれだけのねじりモーメントを作用させれば回転するのかという計算ができるわけですね。したがってシータというのは MT をGIP で割り算をですね、すればいいと。で、実はこれ非常に重要な公式なんですね。で、このシータはもう一度出所を見ますと、単位厚さ1のものがですね、どれだけ回転をしたのかという量になっていますので、これは特別にですね、非ねじり角という。これは覚えておかなければいけない言葉です。実際はですね、例えばここからここの寸法が X だとしましょうと。そうすると、単位厚さ1のときにシータ回転しているということは、長さが L のときにはどれだけ回転するのかというのを考えると、ここにですね、ここに書きました青い線の変形の形状をここに書くとよくわかるわけですけれども、この長さがですね、これが1だと。そしてこの時が非ねじれ角ということでシーターだったわけですね。ですからここからここが X ということになりますと、この時をですね、ファイと書く。そしてこれをねじり角という。すなわち棒全体がどれだけねじれたのかという角度のことはねじれ角という。一方、厚さが1の単位厚さあたりのねじり角のことを非ねじり角と、こういうふうに言う。そうすると、このファイというのは当然この幾何学の関係から、ファイイコールシータ棒の長さに非ねじり角を計算すれば、棒全体のねじり角の計算ができる。次に今度はもう一回先端応力の方を見てみようか。先端応力は tau イコール gr シータと。そういうふうに一番最初のところでこれ出て、このシータに今求めた、そうすると G の R の MT 分の G の IP と、それで G と G が消せまして、だって先端応力は tau イコール MT 分のIPR と。で、これが先端応力の公式になるわけ。で、この公式なんかどっかで見たことあるなっていうと、曲げ応力の公式なんですね。タウをシグマに、
M を M に、MT を M に、IP を I に、R を X に、こんな風にしてやると、あ、Y にか。そうすると、これは、なんと、曲げ応力と先端応力は、あ、曲げ応力とねじり、曲げモーメントとねじりっていうのは、結局、生ずる応力の式っていうのは同じなんですね。非常に面白いですよね。具体的にどんな風に応力が分布するのかをまた見てみると、あ、すいません、先週期末試験にねじ、曲げ針の曲げしか出さないって言ってたけども、ねじりも出しますので、ですから結局次回の授業まで全部出ますので、いいかな。今日なんか出席者の数が激減してるんだけれども、ねじりは出ますのでね。なんかみんなバカにしてるみたいだけど、そうするとこんな形でこう書けるわけだな。この線を R というふうにするとねじりモーメントによって生ずる先端応力はこんな形で分布するわ。まず第一証言で、これが今度第二証言に来てもこうなって、で次こっちになって、こうなって、そうするとこれがですね、タウイコール MT の IP の R ということになる。これがねじりによって断面に生ずる先端応力ですね。さあ今ここまでの式を使って早速ですね問題を解いてみよう。大切な式をチェックすると、これがまず一つ重要。二つしかない。次これ。楽勝楽勝。この二つだけ覚えておいてくれれば、あとはステップ解法に当てはめてくれればみんな問題が解けますということです。じゃあやってみようか。早速ね。よし。11時ちょっと過ぎたけど、まあいいでしょう。予定通りだ。それではですね、こういう教え方をしましょう。まずですね、今まで学んだ棒のステップ解法とねじりによるステップ解法がどの点で違っているのか、どの点で合っているのかというところに着目して、問題をですね、見ていってほしいですね、解き方を。まず12の2の方は制定問題。制定問題で、まずですね、棒の問題から見ていこうか。棒の問題から。ああでもあれだもんね、どうせまた来週ねじりの演習問題があるからね、どうせ今日聞かなきゃいけないんだもんね。さあ要点だけ説明をしていくよ。何が違うのか、何が同じなのかということを理解するための要点だけをね説明していきますからね。こういう形で棒で、そして棒の長さを L、そして棒のですね中心に荷重引っ張り荷重 P が作用していると。そしてこの棒のですね縦断成形数を E、 断面積を A というふうにしたときに、この棒に生ずる垂直抗力と伸びを求めなさい。ずいぶん前ですね、もうずいぶん前にやったんだけれど、これが今回また役に立つ。ここでちょっとね気をつけておきたいのは、今までこう書いてたところをちょっと閉じさせておこうね。ここ記号を合わせるためにちょっとここで矢印をこんな風にして書いておこうか。じゃあこの問題を解きます。まず座標系を置きます。軸心を通るようにして X 軸を書くと、まあ一応延直下向き方向に Y を取ると。はい、これが1番目ですね。じゃあこちら側を全部消します。それで、次にやるべきことは何かというと、仮想切断面を取ることですよね。
ですから仮想切断面をここら辺に取っとくと。から x いったところに仮想切断をと。仮想切断面を取ったら、そこの部分を切り離すと。で、その次に今度はこちら側に正の。こちら側が P。こちら側は RX と。その次に今度は力の釣り合いを立てるということで、これは RX は P に等しいと。どんどん省いていってるね。みんなが分かってるからね。説明を省くよ。さあ、ここからがポイントだよね。まず、ウォールス解放は内力の分布をかける。ですから、書く。これが棒に生ずる内力の分布図だ。今度は断面積で割って垂直抗力の分布図を出せ。縦軸に垂直抗力、横軸に x。そうすると、ここは a 分の p ということになる。次はフックの法則によって縦断線係数を計算、割り算して垂直歪みの計算すると。ちょっと図が、これもうちょっと上に上げましょうかね。そうすると、ここの高さは P を EA で割ったものだと。そうすると、伸びはどうすればいいかというと、ここを足す、ここの面積を求めればいいと。すなわち、デルタというのは P を EA で割ったもの、これ高さだね。底辺の長さが L ですので、これが棒に生ずる伸び。で、もう一つは、ここのことから、シグマは a 分の p、これで垂直抗力の計算ができるという話をしたわけ。さあ、こんなことはみんな知ってるわけですので、とこれからですね、ねじりの問題とどういうふうに同じなのか、どういうふうに違うのかというのをちょっと対比しながら見ていくことにしましょうか。そうすると、ものを覚えるのが早い。例の1です。まずこのようにして、棒がある。それで棒の長さを L と。で、こいつはですね、ヤング率を使わずに横断線係数 G と IP と。作文をするときにここ違うね。棒のときには E と A だったと。ところが、ねじりの時には G と IP だ。ここ違う。まず1点。次に2点目がですね、ここの先端にねじりモーメントを作用させるというところで2点目が違う。で、今、ここではですね、ねじりモーメントを、T というふうにですね、置くことにしましょうか。ここで2つ目の違いが出てきたよ。1つ目の違いは、この物性値が違ってるよ。もう1つは、ここの記号が違ってるわけだ。
さあ次見ていこうか。次に今度は仮想切断を取ると。あ、座標系取らなきゃね。これから座標系取ると。それで、次はですね、これで仮想切断を取る。ここから x 行ったところに仮想切断を取る。と仮想切断取ったら右側の図を切り出す。ここは同じだ。そしてこちら側にはねじりモーメント t を書く。一方ですね、仮想切断された側の方には内力としてねじりモーメントが反ねじりモーメントが作用するということですので、それをここに書く。でこの時の記号を M の T としておくと。M の T だとか T だとか記号は混乱しているけれども、この M の T は基本的には内力のために取っておくと。次。力の釣り合いと同じようにして問題を解くと。すなわちどうかというと、座標系の正が右側ですので、モーメントにもあるにもかかわらず、力のように座標系の正の方向をまず矢印で書く。次に合モーメントを取りますよという記号を書く。しかしそうやっておきながら動かしている手は力の釣り合いとする。すなわちこれは正の方向を向いているから T、 これは負の方向を向いているからマイナスの MT、 これで終わりなので0と。そうしますと物理的な現象はねじってだけど、仮想切断面を取る反力を書く、反モーメントを書く、そして力の釣り合いと同じようにして正の方向の座標の記号、針の曲げの時にはこれこう記号書いてたもんね。ねじりの時には引っ張り、棒の引っ張りと足くとこの時と同じように座標形を取ると。そうすると結局はこの時点で見ていることはねじっても引っ張り圧縮のようにして問題を解けばいいということに気がつくわけ。こうやっておくと非常に問題が単純に見えてくる。じゃあ次何するかといえば、お得意で同じようにはほとんどやればいい。つまりどういうことかというと、今ここで、MT イコール、T というふうに出てきましたので、書くべきものはこれと同じで内力の分布図だ。ただ内力ではないから、だからここではねじりモーメントの分布図と書いておこうか。言葉の使い方が少し違うけどね、こちら側は今内力になってるけれど、ほとんど同じ意味ですよね。こちら側はねじりモーメントの分布図としておくと。X、M の T、L、T。これが内力の分布図と同じようなものですね。さあそこでここからはちょっと、次はですね、棒の持つ時には垂直応力の分布図の計算をしていましたけど、ここでは先端応力の分布図を考えてみましょう。こちらは垂直応力、こちらは先端応力。X、タウ、L。先端応力の公式は何だったかなって言ったらこれで。だからこれを一つ使う。そこでこの縦はですね、T
分 IP 分の T の R とこういうふうな今 MT のところにねじりモーメントの分布図から T と分かったのでそれを代入してみたわけね。ここにね、次さっきは垂直歪みの分布図でしたので今度我々がやることがここはちょっと違ってくるんですけれど、今度は先ほどは垂直歪みの分布図だ。それに対してねじりはですね、ここはちょっと違うかな。非ねじり角の分布図にすると。非ねじり角は公式はこいつね。ここにあるのはこれで、これですから、ここのところの MT にですね、T を代入してあげればいいよということになりますので、それをここに書くと。違う、ごめんなさい。で、ここからここの高さが T 分の GIP、ということになるのかな。今2つの公式のうちの1つを使ったわけですね。さあそれで、この棒全体に生ずるねじり角をどう計算するかというと、ここの面積を求めればいい。 Φ イコール GIP 分の T かける L と。先端応力はここからタウイコール IP 分の T の R と。そうすると、さあもう一回対してみようか。垂直歪み分布の時には歪みの面積が棒全体の時になる。一方棒のねじりでは非ねじり角の面積が棒全体のねじり角になる。それを許してくれる公式はどれかというと、今度これだ。非ねじり角に棒の長さを掛け算すると棒全体のねじり角になる。ということは当面はねじりの問題に対処するにはこいつとこの2つの公式を覚えておくと。さてここでですね、非常に重要なまたことがあるわけね。それは何かというと、前回にも少し予習しておいたんですけど、ここに GIP とある。でこれをねじり合成、これは非常に重要。曲げの時はどうだったのかな。曲げの時には GIP じゃなくて GI じゃなくて E だな、ごめんなさい、 G で E、 というふうに記号が出てまして、そしてこれは曲げ合成。どうでしょうね。こうすると守備一貫して棒の引っ張り圧縮の問題、棒の曲げの歯切れの曲げの問題、棒のねじりの問題が全部ぐーっと循環して同じことになっているということに気がつくわけ。そうすると実を言うとですね、在力、他の大学ではね、在力の授業公式だらけで嫌だって言うんだけれど、
僕のこのやり方をするとほとんど覚えることがないということに気がつく。基本的なところだけ覚えておけば、あと同じ公式を絶えず繰り返して当てはめることによって全てが同じになる。ただ注意すべきは、物が曲げられることと物がねじられることの物理的な現象は全く違うよ。こことここは。ここを注意して、しかし解放は同じだというふうに理解してもらわないと、ねじりと曲げは全く違う物理現象だから。でも解き方は同じな。これは面白いね。まあ私がずっとこうやって教えながら苦しんで考えた解放ですからね。このやり方は皆さんしか知らないことなんで 私の授業を取るとこういうものの解き方と考え方を中心に教えるわけだけどね。まあしかし今度来年これ全部教科書で印刷されて公開されるので、今年限り。さあ、それではですね、今度は12の2で、もう1問だけ解きましょうかね。制定問題。不正定問題もね、本当はもう僕は教える必要はないんだけれども、一応はね、授業ですから教えておきましょうね。これは棒の問題についてはやりませんよ。どういう問題からスタートしようかということで、合体の壁にまず挟まる。そうしてですね、こういうふうになってまして、ここが L の1、ここが L の2と。それで、ここをですね、ちょっと接合する。座標 G1 と G2 という異なる、材料で、接合する。ここを B 点とする。ここを C 点とすると。断面積は両方とも一致してますので、こいつとこいつは断面二次曲モーメントは等しく IP ということになる。で、この問題で、このちょうど接合部分のところでぐるりとねじる。大きさは T。この時 点 C に生ずるねじり角を求めなさい。あるいは AC と CB 間に生ずる線断力を求めなさい。まあこういう出題ですね。これどう解くのか。もうね、ステップは書きませんから、どんどん、ね、頭入ってるはずですのでね、皆さんこれ見たら多分すぐにやりたくなることは、この棒を合体の壁から外して自由体図を書こうという発想がはずですね。もう今の第13、12回目の講義になるとね。回答とか。まず自由体図書きましょう。A、C、B と。それで次に今度は外力として、C 点に、ねじりモーメントが作用しています。具体的に矢印を入れてますけれど、もう記号を学んでいますので、ここにこういうふうな記号を入れておくと。しかしこれは集中荷重じゃないので、矢印をですね、2つくっつけておく。で、これをですね、T と。
それとあともう一方は、今度こちら側にですね、合体壁にはその反力みたいなものが生ずるわけですから、それを MT の A、MT の B、でここでですね、下添え字に注意しておくとね。次にこの棒はですね、全体としてこの言葉の言い方は適切ではないんですけれど、あえてこの授業ですので言うと、力の釣り合いを立てる。座標形を決めなきゃ力の釣り合い立てられないから、こうか。まずこちらからこちら側に向けて X 軸を取る。そして力の釣り合い立てるよ。MTB は正の方向を向いてる。トルクも正の方向を向いてる。TAB だけマイナスの方向を向いてる。これで終わりなので0と。あとは、これでですね、引きが1つ出てくる。あ、ごめんなさい。ここが間違えた。それでですね、これに式番号1番をですね、つけときましょうか。後で使う。まだ MTA と MTB が何だかわからないので、方程式を立てるためにはこれが必要だと。次にですね、今度は仮想切断を取るということで、ここに1つ目。もう1つ目をここに取る。あとは渋滞図を書く。まず1番目。0から L1 の長さのところに仮想切断を入れたとき、その図を書く。で今度は反力を。で、この部分、この図に対して力の釣り合いを立てて、T を求める。ここからここに注目する。で、MT イコール MTB プラス T と。こういうふうな式が一つ一本目出てきた。次、2本目。2本目はですね、2番目で仮想切断と。2番目で仮想切断を取ったときの図を書くと。反対側には反力を書くと。反力って言っちゃってるけどいいよね。そうするともう同じようにね、これも書かない。からこういうことが出てくるよね。それで、これでそれぞれの区間のねじりモーメントが計算されたの。どう？棒の引っ張り圧縮の不正点問題と同じでしょ。これ違う説明をされるとみんな頭の中でぐるぐる回転するんだよね。本当にねじりモーメントを考えながらこの問題を解かせるとみんな大体分からなくなる。すっきりしてるでしょ。
完全にボールプラスチックの問題と同じね。ただ注意はここだ。ここちゃんとやっといてくれるから。ここ約束しとかないと、後で本当に痛い目に遭うので、これはねじりなんだよということを意識するためには、記号をぜひね、厳密につけておいてほしい。よし、じゃあ行こう。何やるのかな？ねじりモーメントの分布図を書くと。そこでねじりモーメントの分布図を書くと、まずは先ほどの自由体図から求められるねじりモーメントの分布図がこうふうになるということですね。で、本来であればこの後この先端応力の分布図が出てくる。でちょっとこれ割愛をして、この後もすぐにこの非ねじり角の計算やるよ。そうすると今求めたねじりモーメントを代入して MTB 分の G2IP、こちら側は MTB プラス T G1IP と、こんな風にしてそれぞれ計算されたわけだ。あとは何かといえば、棒全体がどれだけねじり角が生ずるかといえば、この面積とこの面積を計算すればいい。そうすると、ねじり角ファイは こういうふうなのね。ところで棒全体はねじれてますかっていうと、実は棒全体は見るとねじれてない。すなわち、両端がですね、棒体の壁でこういうふうに固定されてますので、ここでいくらねじっても棒全体としてはねじられてない。部分的にはねじり角発生してるけれども、棒全体としてはねじり角は発生してませんので、不正定条件としてファイはゼロでなければならないと。しかるに、先ほど求めたねじはですね、ゼロでなきゃならないと。でここで式番号2を立てると。そうするとまず問題の出発点で、合体の壁から切り離した時の力の釣り合いの式と、もう一つは棒全体はでもねじられてないんだよという不正定の条件の2番、これを MTA と MTB に関して連立をすればいい。2つあるんだから2つ連立方程式立てられる。そうすると結果だけ申し上げるとこういう結果になる。
答えだけ書きますね。間違いがなければ多分これで大丈夫じゃないかなと思いますね。これでまず一つ MTA と MTB が求められましたので、まず問題の一つだった C 点のねじり角はどう計算すればいいかというと、それはここの面積を計算すればいい。すなわち点 C のねじり角は ここのところの面積、赤い線で囲われた面積を計算する。しかるにこれは Φ の今下数字 C をつけておくとMTB プラス T の GHIP の L1 と。で、この MTB の中に、こいつをですね、代入してもらえればいいということになるので、これをちょっと計算をしていくと、ちょっとページを変えますね。これもういらないですから消しましょうね。こういうふうなことなのね。後で自分でね、解いてみてくださいね。あと、先端応力についても、当然解けるわけでして、ね、先端応力は分布図はちょっと書きませんでしたけれど、まず1番目、0よりも x が大きくて l1 よりも小さいと。これは tau イコール mtb プラス t 分のIPR と。R は断面の中心から表面を知りたい場合には、ここにですね、A を代入すれば、この表面の先端応力を求められる。MTB はさっきの値代入してください、ここね。ちょっと今書いてない。なぜかこの式にしておくと、初めてどうしてその式が出てきたのかが分かると思うんですね。2番目については、L1 よりも、X が大きくて L1 プラス L2 と。タウは MTB の IP の R と。これが先端応力。具体的な計算は必ずここのところの MTB のところにちゃんと求めた値を代入してくださいね。この時も棒の表面での先端応力を知りたいときにはここに A を代入する。というところですね。さあ、本当はこの後に今度は歪みエネルギー、エネルギー法を勉強してるんですけど、エネルギー法は来週に回しましょう。もうお腹いっぱいになっちゃったからね。これでちょっと一回ですね、全体まとめだけしておきましょうか。
張り圧縮、曲げ、ねじりの3種類をこれまでずっと学んできたと。それに対して、材料力学特有の物理量として応力と、もう一つは変位、棒については伸び、曲げについてはたわみ、ねじりについてはねじり角に相当している。いいかな。それとあともう一つは泉エネルギー、これを勉強した。これをですね、一本の横の串と縦の串でもって、これをですね全部見てみるとすごい良好な関係が得られる、ね、まず応力はシグマイコール A 分の P であると。棒の場合には伸びといい、これはデルタイコール PL 分の AE である。これは伸びという。そして歪みエネルギーはどうかというと、 U イコール 2AE 分の1の P2 乗の DX という。でここで非常に重要なパラメーターは EA である。あ、EA と書くと後からよく悩んで、 AE じゃない、じゃあ次曲げはどうだったでしょうかというと、曲げはこうなった。M を断面二次モーメント I で割った Y と。でこれちょっといろいろ、いろんな形があるので、必ずしもこれ1個だけではないので、ここだけちょっと注意してくれる。代表的なものとしては、P の L の3乗の 3EI。ここちょっと EI に変えておくよ。これは先端に集中荷重を受けるときのたわみということですので、この変異はたわみという。でこの時の歪みエネルギーはどうだったかというと、こうなる。そうすると、ここにですね、非常に重要な量として EI が現れると。最後、今日学んだねじりはどうだったかというと、これは先端応力だったということで、タウイコール IP 分の MT、 これを R で掛け算する。でこの時のねじり角はどうだったのか、ファイ MTL を GIP で割り算した。でこれはねじり角という。まだここは勉強してないけれども、およそ類推がつくのは、これはこうなるはずだと。U イコール 2GIP1 MT の2乗の DX。 したがって、ここの部分は重要なのは失礼しました、 GIP だと。横串は何で見ているのかというと、P、M、MT、応力は垂直応力、曲げ応力、先端応力。しかも面白いのは、ここの形が全く同じだ。次、変異を見る。P を作用させた時の伸び、曲げモーメントを作用させた時のたわみ、ねじり角において、伸びもたわみもねじり角も若干係数が少し違うところがあるけれども、ほとんど同じ。さらに歪みエネルギーは EA、EI、GIP、 ここのところの量を変えることによって
こちら側を PM、MT に入れ替えると全部同じと。これが僕の最後の授業の終わりですね、今まで勉強したことのね。さあ、来週はですね、もう少しこの曲げと引っ張りとですね、曲げと、ねじりが全部部材に組み合わさった時の、複雑な負荷状態を受けている部材のですね、問題を最後にどのようにして解くのかという話をします。それで来週の演習はですね、ねじりの問題だけを出しますので必ず、勉強をですねしてきてください。で、ちょっと先ほど言いましたけれど、期末試験。定期試験。前回。はい。それだけじゃなくて棒のねじりも入るわ。ですので、先週ちょっとこれを忘れてましたので、加えておいてもらえますか。